湿地帯の黒き鎧。沼地の町の代表者。比較的平穏だった湿地帯にもモンスターが増え始めている。平和だったか？特に硬い外郭をまとった竜は我々の手には負えない。どうかあいつを買ってもらいたい。ありました。というか沼地に町があんの？沼地に町があんの？すごいな。沼地じゃないとこに町作ってくれよ。さあ行きましょう。ってことはこの近くに町があるんだね。マジで？こんな、なんかもう年中ジメジメしてるような場所なのに？あるんすかね？ちょっと最初の場所わかんないんすけど、まあ、基本モンスター8番に集結するでしょうということで。あ、やべえ、瓶何も持ってきてない。何もなしで行ってみるか。毒瓶すら、支給品のやつ回収してこなかったな。あ、いた。甘んじて受ければ、これは。受けた方がいいかな。避ける手段がないし、なんか判定長いしな。さあ。ああ、やっぱり熱戦は相変わらずあるんですね。いいぞいいぞ。あ、腹が弱いんでね、こいつも。関係なしに腹を攻撃させてもらう。いいね。熱戦多いな、さすがに。熱戦しか入ってこないっぽいんだけど。どうだ。また熱戦だ。ああ、でもね、大丈夫でしょう。こんな感じで攻撃してたらね、もう絶対余裕ですよ。波乱もありませんよ、こんなもん。あはあ、もう危ねえ、びっくりした。お前はやばい。いいね。突進がないだけですげえ戦いやすいと思うんだけど。どうなの？ちょっとまだ恐怖感が残っていますけど。ああ、出た、デュクシー。デュクシーが出ました、デュクシーが。この火炎ガスもな、近距離潰しだからな。もう、怖いよ。これ突進か？突進じゃない。アーノルド。なんかスタンしてる、アーノルド。いいぞ。順調じゃ、バカ。あのクソザル、マジで。ほんまにあのクソザル。よしね。ずっと熱戦吐いてんじゃん、お前。永遠にね、ああ。熱戦永遠に吐いてくると思ったら。あ、死んでんのか。今、どう、なんかすごい死に方じゃなかった、今。あ、またこれガスが出る。おお、震わせている。水弱点であるのは変わらないと思うんですけど。さあ、どうですか。水の双剣とかで言ったら多分爽快なんだろうな、こいつは。いやー、怒り状態。さあ、こっからどうなる？あ、早くね。クソ早いんですけど。おほほほほ。動きはめっちゃ早い気がすんな。動きは早いけど。おーおーおーおお。この巨体でダッシュしてこられると怖いね。ちょっと近づいて。はい。あ、でも普通に熱戦だよな。いやー、マジでびっくりした。突然のタックル。アウチ。動きはね、黒いモンスターみんな早いから。ディアブロスもそうだけど。あれ、黒い野種ってこいつとディアブロスだけだっけ？あれ、他に黒い野種っていましたっけ？黒色の。黒はいないよな。こいつとディアブロスぐらいだよな。ああ、ダッシュが連発しているけど、こっちは狭いからね。けえ。いいぞ、順調順調。何も考えずとも腹を狙えばいいから。弓で戦うの、本当に最適なモンスターだな。本当に最適なの、だと思うわ。めちゃくちゃ噛んだ。はい、火炎ガスだって怖くないけど、猿が怖い。俺、このピンク猿が怖い。この猿、マジで怖い。本当に殺されるんだけど。ちょ。よし！よかった、こっち来なくて。
あ、怒り状態解けましたね。おー、怖っ。いいぞ。貫通とね、水はね、マジで相性抜群。あの、楽しい。めちゃくちゃ楽しい。いいぞ。あ、またガス出ますね、これは。ガスの頻度が多いんですかね、原種よりは。うん。あ、おっと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 と。いやー、火炎ガス。こいつの場合、睡眠ガスと火炎ガス交互に使っ、交互っていうか、どっちか使ってくるから、怖いよな。隣接武器でここまで這い上がってきた人はかなりの鬼門ですよね、ここ。だいたいモンハン始めたって言ったら、もう近接武器がね、多いと思うから、最初から行って、最初からボウガンだけで行く人ってあんまりいない気がするからさ、ここでなんかやべえなってなるのかな。星5まで上がってきて、ちょっと遠距離武器使いてえな、みたいな感じになるんでしょうかね。モンハンの意味はこの時代、こういう時代でもさ、やっぱ強いよね。ドスは除いて。いやー、おお、お前お前お前、タイミングバッチリじゃないか、お前。さあ、ここはモスちゃんがいるんでね、変に攻撃されると怖いですけどね。あ、ま、モスも多分こいつの攻撃でもう終わりだろう。いや、ダメか。おっと？生きてる。熱戦浴びても生きてんの。熱戦浴びても生きてんのはちょっとやばいな。ああ、やばいな。これはやばいな。もう、マジでさ。ひどいよ、これ。あ、移動してくれた。ありがてえ。ありがたい、ありがたい。原種のグラビモスは火山みたいな熱いとこが好きなのかな？アシュはジメジメしたとこが好きなんですかね。僕ブルファンゴいる。さっきのモスのところがまだマシだったかもしれない。ブルファンゴに突進されたので怖えんだよ。ブルファンゴは重なっている。いいぞ、カインガス、カインガス。お、まだダウンしてない。さすがタフだね、ブルファンゴは。ブルファンゴも結構体力高めだよな。ちょっと突進してきそう。あ、死んでた。なんで？熱戦当たったんか？熱戦が当たったかもしれない。あとはイーオスさんが怖いですけど。ゆっくりな時はね、安心して歩きながらチャージできますね。よいしょ、あとは狙って撃つだけ。これは壊れない。V 破壊してくんないかな。ガスが出る。イエーイ、壊れた。これでさらに水属性の攻撃がね、入るようになりますから。いや、安定してんね。これ怖いから浮きしまうよ。あー、お前ば、だタイミング悪いって、お前。タイミング悪いって、本当に。アーノルドシャーン。なんか普通にグラビモスだな。原種とあんまり動き変わんないよな。動きというか、あの、速度は速い気がするんだけど、こっちの方が。たまたまやってこないだけか？私、配信とかでグラビモスとかやってたけど、プログラビでね、遠距離はやばいよ、みたいなことを言われたんだけど、もっと先の話だったのでは？大して普通なんだけど。何も違いがないんだけど。何なんだろうな。はい。まあ、これからなんかやってくる可能性あるからな。よし。ラスラ狙って。
あ、10分経過。突進が多くなってきたな。動きがね、だいぶ速いよね。いや、そこは。あ、よかったよかった。動きだいぶ速くない？あー、ゆっくりになった。こいつ毒になる？毒沼足突っ込んでるけど、まあ、ならんわな。ジメジメしてるのも大好きなんだから、ならんわ、そりゃ。アーノルドさんが。いいぞいいぞ。あ、毒入っちゃう、毒入っちゃう。熱戦熱戦。ついでに毒瓶回収してくるか。アインガス腹を震わせている。終わったわ。あるえどこになってんだけど。完封じゃないの。もう10分程度で原種と変わんないんだけど。なんだよ、原種と変わらないじゃないですか。もうやだわ本当に。毒沼に入りながら毒天狗だけ採集してるわ。相当毒が好きなんだろうな。めちゃくちゃ良くない？そういうのは。さあ、上流骨だ。頭角だ。やったぜ。これ睡眠袋だ。イエーイ。イエーイ。報酬金はまあまあ、まあまあって感じか。あー、これかな？亜種なんだ、D って。ガード強化？あれ？ガード強化？お前ガード強化なの？お前ガード強化だったのかよ。惜しい。これ交互に組み合わせてつかないかな、スキル。さすがに無理なんかな。うわ、でも、ドスヘラクレス使う。まあこれは取り行けばいいしな。意外とあり？トニック棒。ああ、電気袋で。雷のこれは連射弓ですね。雷はこいつだ。何が足りない？ランゴスターの効果が足りない。雷の弓はなんか虫がいいって言ってたんで、これ作りましょうかね。ランゴスターの効果。あとは、防眼系私全然使う。ウラノスグレネード。かっちょいい。火炎弾が速射可能だって。火炎弾速射可能。火属性が弱点のやつ。そんなにいるイメージないんだけど、それだったらいいかもしれない。パールフリルパラソル。仕込み傘みたいな。傘で。見た目好きだけどな、こういうのかっこよくて。まあ、この白い傘の感じは、ちょっと可愛さの方があるな。貴婦人が持ってそうな。ハンマー。あ、ポリタン。ポリタンこれか。雷のハンマーなんだね。こんなんで振るの。これはこれでちょっと作って使ってみたいけどな。サボテンハンマー。クリスタルロック。なーるほど。あ、そっか。これ強化できるわ。やったー。じゃあこっちだな。拡散の火弓。強化します。これはさ、プログラビの効果が必要だったんで。もうレアな、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 これ。あはははは。お前一番上の素材おかしいだろ。でも真ん中よく見たらこれ上位、剣閣上位だよな。ああ、まあ強くなるっちゃ強くなるんだ。一気にレア7になるんですね、これ。しかもなんか雪撃瓶が使えるようになってる。ここで。マジで。黒真珠とねじれた砂だから、大バサミも強化したいとこなんですけどね。さて、まあ次進むんだったら、多分さ、交流は無視でいい気がすんだよな。うん、先進むって考えたら多分交流は無視でいい気がするけど、これはやるのかもわからんね。2番目にあるし、キリンだし、雪山夜だし、ドドブランゴ2頭もなんとなくさ、入ってそうなんだよね。キリンやってみるか。キリン行くか。ハンマー。キリンちゃハンマーなんですよね、私は。
火の弓もあるんだけど、ガンランスはすげえやりたくない。よし。睡眠半減、地形ダメージ半減、体力プラス20。このバサルモスで。ただどれも生きていないので、普通にグラビモスでいいのでは？はい。まあガード性能は全然活かせませんけど、これで、キリン戦行ってみましょうか。